アリスタルコスアリスタルコスは古代イギリシアの天文学者、数学者、ギリシアのサモス島に生まれた。同名の人物と区別するためにサモスのアリスタルコスと呼ばれることも多い。宇宙の中心には地球ではなく太陽が位置しているという太陽中心説を最初に唱えた。彼の天文学の学説は広く受け入れられることはなく、ずっとアリストテレスやプトレマヨスの説が 支配的だったが、約2000年後に、コペルニクスが再び太陽中心説を唱え、発展することとなった。現代に残っているアリスタルコスの唯一の著作である、π イプシロンローミューイプシロンガンマイプシロンシータ、ニューカッパアルファアイオタアルファーパイシグマタウイータミュー、タウオメガニューラムダ、ウプシロンカッパアルファアイオタシグマイプシロンラムダ、ニューイーイタは、地球中心説の世界観に基づくものである。 しかし、記録に残されている、引用句を通じて、アリスタルコスがこれに代わる、太陽中心説の仮説を提唱した、別の書物を表していたことが、明らかになっている。パッポスの論文集、昇天文学に収録されている。10世紀頃に、アラビア語に翻訳されており、15世紀頃に、ラテン語訳が刊行された。ギリシア語のテキストは1700年頃に出版された。 1800年頃にフランス語訳及びドイツ語訳が出版された。アルキメデスは、将文、プサイアルファーミューミュータウイータの中で一家のように書いている。ゲロン王陛下は、宇宙という語は、多くの天文学者によって、地球の中心をその中心とし、太陽の中心と地球の中心を結ぶ直線を、その半径とする玉に対して付けられた名称である、ことをご存知でしょう。 この説明は、陛下が天文学者たちからお聞きになったのと同様、一般によく知られております。しかしアリス・タルコスは、ある本の中で、いくつかの過程から導かれる帰結として、宇宙は先ほど述べました、宇宙よりも何倍も大きいとの仮説を提唱しております。彼の仮説によれば、恒星と太陽は、不動で、地球は太陽の周囲のある円周上を回転し、 太陽はその軌道の中ほどに位置します。恒星天球の中心は太陽とほぼ同じ位置にあり、その大きさは非常に大きく地球が回転するという円の大きさと恒星までの距離の比は恒星天球の中心までの距離と天球表面までの距離の比に等しくなると言います。アリスタルコスはこのように恒星はほぼ無限に遠い距離にあると考えていた。彼はまたこのことが 恒星に示唆が見られない理由であると考えた。実際、恒星までの距離は古代に考えられていたよりもはるかに大きいため、恒星の示唆は望遠鏡を使わなければ検出することができない。しかし、地球中心説はより単純な過程に基づいており、示唆が観測されない理由についてもより明確な説明を与える。このため、太陽中心説に対する反発は、 非常に強いものとなった。例として、プルタルコスは、パイプシロンロータウ、ウプシロンイプシロンミューファイアルファヨタニューミューニュー、ウプシロンパイローシグマパイウプシロンタウオメガカッパ、カッパラムダオメガタウイータシグマイプシロンラムダ、ニューイータの中で一家のように書いている。ギリシャ市民には、宇宙の中心を動かし、アマネが不動である一方で、 地球は自らの軸の周りを自転すると同時に傾いた円の上を周回するなどと想像した不敬の罪でさ、モスのアリスタルコスを告発する義務があると考えた。アリスタルコスの太陽と月の距離と大きさについての写本アリスタルコスは月食の際に月が地球の影の中を通過する様子を観測した。彼はこの観測から地球の直径は月の直径の 約3倍であると見積もった。地球の外周を約4万2 0 0 0トルであると求めたエラトステネスは、このことから月の外周を約1万4 0 0 0トルであると結論した。実際の月の外周は約1万9 1 6トルである。アリスタルコスは、月が上限、または下限の時には、太陽と月と地球がほぼ直角三角形を作ると述べた。 彼はこの時の地球から見た月と太陽の理学を約87度と見積もった。この値を用いれば三角形の幾何学から太陽までの距離を求めることができる。アリスタルコスは計算によって太陽は月よりも約20倍遠い距離にあると結論した。実際には上限、または下限の時の月の理学は約89度50分で太陽は月よりも 約390倍遠い距離にある。アリスタルコスが用いた、幾何学は正しかったが、観測した理学の値があまり正確でなかった。また彼は、月と太陽は、見かけの角直径が、ほぼ等しいため、両者の実際の直径は、おののの地球からの距離に比例するはずだと指摘した。ここから彼は、太陽は、月よりも20倍大きいという結論を、 観測データから論理的に導いた。この数値自体は観測が不正確だったために間違っていたが、この推論は太陽が地球よりも明らかに大きいことを示唆しており、太陽中新説を支持する材料となり得るものだった。ありがとうございます。